本日はこちらで終わりたいなと思います。皆さん見てくださいましてありがとうございました。皆さん明日は夕方にやる PUBG をお楽しみにということでみたいな感じかな。じゃあ本日一旦、まあ、今日ちょっと10時半からね始めたんでね、朝までやってしまいましたけども、ありがとうございました皆さん。くいっぱいやったね。まあ本日はね夜夕方かな18時過ぎぐらいとかに PUBG がねありますので、そちら楽しみですけど、まあみたいな感じかな本日。うーわ、なんか長くまでやってるなんか配信長くまでやってる。あの PUBG からね、スプラということでね、たくさん遊べて楽しかったです。はい、明日はね、6時から APEX、 久々の APEX ありますので、はい、まあ、弾当たるかマジで分かんないんですけど、まあ、全力で、まあ、あの本当にスクリームのない楽しいやつなのでね、わちゃわちゃ遊ぼうかなと思うのでぜひ見てくれると幸いです。エースでした。これだいぶ素晴らしい。ふうお疲れお疲れ。うわ、なんか朝で草、朝でバロタ。ちょ、ロビー戻るかまあちょ、開始遅かったからな11時。いや、もうやってるでこれ、みんなこれみんなやってるで、これやってるで、これさ、うわやってるで、これこの辺、うわうわやってるやってるやってるな、やってるなこれみんな。さすがスプラトゥーン。はーい、みたいな感じで本日終わろっかな。いやー、ありがとうございました皆さん。さあ、まあ3連休ということでね、はい、いっぱい遊べたんじゃないでしょうか。うわ、ね、やりすぎやろ。誰か止めてくれ。朝だよって、うん、朝だよって止めてほしいですね。まあ止められてもやるんですけどね。はい、まあ明日はやるとしても早い時間帯からやって早終わろうかなと思います。はい、まあこの夜更かしゲーミングがね、やっぱ2回行動が重なってたんでね、流れとしてね2回行動鳴ってただけなんで、はい、基本は早めにやって早い時間に終わろうかなという意識です。まあ明日っていうか今日ね、うん、まあ、できたら早めにやりたいっす。遅くても1時前には終わりたいなまあでも本日も楽しくスプラトゥーン配信をやらせていただいておりますけども、まあ、なんとね明日はついにスプラトゥーン配信はないのかなみたいな雰囲気出てますね、もしかすると。だからちょっと毎日やったからね、ちょっと寂しさを感じる可能性あるかもしれないですけどね。まあみたいな感じかな。じゃあ本日はありがとうございました皆さん。本日も長いこと、いや楽しかったです。